念願のご褒美企画がついに実現。今宵の長崎版は美女4人で大暴れだ。今週も始まりましたパチタン TV。 皆さんこんばんは。もうさやちゃん出ましたよ、また今回も、ね、本当にいない、ね、えどうする、先週もいなかったし。そうよ、えもうこのまま来ないんじゃないですかちょっとそんなことある？ねちょっと連絡してみていい？あ連絡してよ、うん、ちょっと今から LINE じゃあ送ってさ。えちょっとなんかテレビでこんなことするのもあれですけど。なんて送るの？山野さん、うんうん、今日はどうしたの今日はどうしたの？ホワイトデーのお返し待ってます、うん、そうだよね、ホワイトデーね。送った？うん、お、ん来た？早くない？携帯見てる。え既読になったラインが。え本当に？えちょっと待って、これ、うん、返信来るかもしれないマジ？じゃあね、ちょっともしかしたら返信来るかもしれないので、携帯いじって何してるんだろうじゃあどういう内容がね来たかはちょっと、はい、エンディングで発表したいと思いますので、ぜひ皆さん最後まで見ていただきたいと思います。ということで早速今週の企画ご覧ください。どうぞ。長崎版始まるよ。ゆみだよ。おほのほー、ゼリフだよ。はい、ということで今回はですね、はい、キングイーグルズ佐世保ハリオ店に、佐世保ハリオ店初めてですね、うん、立派な建物で。本当ですね、イーグルズはわしらしいですよ。わしってかっこいいですね。でもさっき上にカラスが止まってたからねカラスは関係ないでしょ。関係ないの、うんまあ、今回はですね、はい、あのなんとまたゲストが来ていただいてるということで、うん、いいですね、はいはい、早速入ってもらいましょうか、はい、ではお願いします。どうぞ。パフパフ。あら、かわいい。はい、DMM パチタウンのさやです。よいしょ、お願いします。うん、ここまではわかる。その隣の人は僕の記憶の限りでは見たことがないんだけど。大分から来ました、ターミネーちゃんです。よいしょターミネーちゃんこと、ゆうなちゃんですな。そうですね、お名前はゆうなちゃん。はい、なんか声がちょっと太いね。そうですね、それにめっちゃ大きいんですけど。大きいね。足のサイズいくつ？27。ってことは大きい。ちょっとちょっとあ、もうやめて。ちょっとちょっとほっこりしてる。夢と希望とロマンが詰まってる。詰まってんな突如番組に現れた謎の人物。その正体はうずら姫と番組スタッフとのある約束に関係があったんです。昨年番組の企画として行われていたユーミ VS うずら姫ガチンコ対決、全5回のバトルの結果、見事うずら姫が勝利。番組からのプレゼントとしてご褒美企画を約束していたんです。仲間を、あ、ここまで何この時キーワードとなっていた仲間、その正体がこのユーナってわけだ。ターミネーちゃん、ようやく念願叶いまして、大分の宮古町から呼んできましたよ、ターミネーちゃんことゆうなちゃん、はいはい、じゃあ今回はね、はい、この4人で美女4人で仲良く実践していこうって言いたいところなんですけど、うん、そうもいかないみたいなんですよね、うん、性格の曲がりきった番組スタッフがただご褒美を与えるはずがない、ということでこんな企画を用意しました。題してお姉とレディのペアバトル。ルールは単純明快なサマイス勝負。パチンコとパチスロに分かれ、隣同士で実戦をしてもらいます。今回のバトルの結果、負けてしまったペアの代表者は翌週に用意しているもう一つのご褒美企画でペナルティを背負ってもらうというルールになっています。ということで、ゆうなちゃん、私たちはやっぱ玉を触りたいじゃない、うん、そうよね、たま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 を触りたいじゃない、うん、だからうちらはちょっとパチンコパチンコチームで行きたいと思います、うん、私たちがじゃあもうスロットって感じ。そうね、あんたたちはもうほらメダルでも触ってなさいよ、メダル触ってね、普段玉触ってんだからうちらはね普段玉触るのあんた命がけだからね。そうだね。どんな展開になるのか予測不能、まあ下ネタ満載になることはまず間違いないといった感じかな。
その企画舞台となるのはキングイーグルズ佐世保ハリオ店。多種多様な機種構成と選べる5つのレートで営業中。お近くの方はぜひお立ち寄りください。では私たちもお時代決まりました。私は初打ちの C3、 さやさんは蒼天の剣2。はい、私もパチンコは蒼天の剣打ったことあるんですけど、スロット実はまだなくて。ないんですね。今回サマイス勝負で、絶対勝たないといけないんで、さすがにね、お姉には負けられないですよね、ちょっと向こうもかなり気合い入ってたんで、はい、私たちも本気で、そうですね、ビギナーズラックで頑張りたいと思います。レディーペアは寝台と古き良き台をチョイス。一方お姉ペアはというと、たまたまが入らん。どこ狙えばいいか分かる？え、どこを狙えばいいかは分かる。なんとこの辺じゃないの。そうね、もうそこさえ知ってれば大丈夫よ。まあ甘手地なんで比較的当たりやすいから、うん、私は今日ミドルスペック、ライトミドルか、199分の1だから。ああ本当やね。ゆうなは結構久しぶりのパチンコらしいよ。うずら姫がしっかりリードしてあげてくれよな。残念。ちょっとこれバトルよね。え、バトルよね。バトルよ。勝たなあかん。そうなのよ。来週の回でどうもペナルティがあるみたいなんで、今日は勝ってん。ああそう、当てて。今日私まあその後無関係やからね。そう言わんと。ああそう、おかまの付き合いですやん。そうやね、ちょっとうずらちゃんのため頑張るわ。そうよ、あなたはほらゆうなちゃんとは言いつつも、もう一つの名前がターミネーちゃんでしょ。そうよ、ターミネーターを意識してんのよね。そうよ。シュワちゃんもびっくりの力強さでうずら姫を勝利に導いてくれよ。あら、なんか来た。ゆうなちゃん、保留が金色。うん、もう手離していいパターンよ。 あ、そうもう当たるんじゃない。あれずっと待たなあかんの。そう。あれがゼロになると何かが起こるのよ。なるほどね。おーおー派手やな。怖い。もうちょっと走路の方がいいわ。あ、疲れるわ。確かに。パチンコも夜の営みも早いのがお好き。で、このペアの実戦はやっぱりこんな感じで進行するんだね。ほら来た、これもう当たったべ。ほら来たでしょ。もうこれはもらったよ。来い。あら、緑？カットインで台無しになっちゃうパターンな気が。嘘でしょ。いや、からのだから。からのか、ほら、来た。おめでとう。やったー。あざーす。今男出てた。あざーす。ざーす。ゆうぱちの意を生かし、早々に大当たりゲット。ここから10回転が勝負だよ。やっぱメスには勝って負けてられん。そうなのよ、あんな小娘たちにね。まあ小娘でもないけど。あ、よいしょ。あらららら、 あかんわ。あらららららら、ラストだ。あー、終わったった。ここは残念。まあ気長に頑張ってちょうだいよ。座高高すぎて上の方見えないんだけど。ああ、そういう時はこうやって見ればいいのよ。なんかこの勝負ちょっと敵が見えないから、はい、どうなってるんだろうね向こう。そうですよね、パチンコ打ってるから全然見えないですもんね。ね、最後まで状況がちょっと分かんないけど、うん、まあとりあえずやることやるだけなんで。ね、そうですね。頑張らないと。さやさん、あとちょっとじゃないですか。待ってて、あと50回転で。あと50回転。実戦開始からの流れは大幅にカット。まもなく天井を迎えるその前に、あれ、コナ君。おお、押せばよかった私も。まあ、まあ、押せばよかったです。何なんですかね。色が変わっていけばいいんだね。ね、このチャンス逃したらもうないかもよ。ひどい。すごい言われようですけど。ちょっと追い込んだ方がいいかと思って。
さやのプレッシャーに負けないで MC の底力を見せてやるんだ。緑まで行きました。いけー、はい、おー、やった。こういうの続くとか続かないとか、はい、日頃の行いが不安定してると思う。もうさやさん怖いよ。ナディアまで滑ったんで内部的にダブル揃いってことで、ピークタイム突入期待度は最低でも約 86% だね。ボーナス中はピークタイム突入でボーナスのゲーム数が再セットされるから、ダブル揃いの方がロング継続に期待が持てるってわけだ。やっと決着がつきそう。タイトルの色が赤だったんで、ボルテージの大量獲得に期待できるぞ。おお、236まで上がった。さやは2セット目のバトルへ突入。ケンシロウ倒れちゃいましたけど、やだ。日頃の行い関係なかったみたい。いや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 、日頃の行いが、なんで私が109枚悪かったのでは。100枚って、まあ任せてくださいよ。めっちゃ頼もしい。またピークタイムに入ったんで。300、何300乗った。だから次もう今レインボーなんで1ゲーム連です。めっちゃかっこいい。でしょ、日頃の行いがいいって。すいません、ちょっと私が押す前にさやさんが押すっていうね。やった、滑らなかった。おー、けどダブル、これ FK にします。さやさんのタイプ、ちょっとそうなんだ。いや、すごい気になって、踊り方が可愛いですね。なんか体が大きい割にコミカルなダンスを楽しみつつ、早々に規定ボルテージに到達。ボーナスのストックはできないものの、順調に出玉を増やしていきます。ダブル、やった、またダブルですよ。何回目、3回目ね、すごい。今日私いります。ユーミの勢いは止まらない。この後も引きを存分に見せつけてくれそうです。さやとうずら姫のお友達ユーナを迎えての異色のバトル。お姉ペアがのんびり井戸端会議を行っている一方で、レディーペアのユーミが順調に出玉を増やす展開に。乗るかってこと？2個。3、4。やばいですよ。5、6。イエーイ、やったー。
はい、一箱完成。なんか当たらないから願掛けするとか言い出してなんかコトコトしてんだけど。お姉の願掛け、ちょっと気になるかも。願掛けよ。これでエネルギーチャージするから。あんたすごいね。それすごいでしょ。何本入ってんのよ。8本。穴という穴に。願掛けというより特技だね。ちょっと私でもやらない曲芸どこで覚えたの。さすがプロだわ。あが鼻スースーする。メンソールきついわ。これチャージできた。チャージ。本当にチャージできたのかな。マジか。もうまた緑。もう緑はえっちゅうねん。まだうずらさん一回も当たってない。当たってないんですよね。当たった。嘘ばっかり。嘘だね。まだ当たってないね。私は騙されないよ。怖いから逃げよう。もうバレバレだって。ゆみちゃん当たってて暇だから来たのきっと彼女。その推測は半分正解。でもこのままだと勝負の結果は明白だよ。はい、2回目色変わってお願い。あー緑。もういい加減当たってよ。本当熱狂でもあんた発狂でもいいから。熱狂ゾーンで私が発狂ゾーンよ。お願い。あーなんで2なの。まあいいけど。喜び、驚き、発見、感動。うーん、チームサプライズしたよこれ。いやーよし。ああよかった。お、あバラ出た。チームサプライズカットイン。これで舞台は整ったか。やった。やりました。いや緑ホールでも来たよ。やっぱローズフラッシュいただいたからね。いやすごいよかった、当たったね、勝つね、これであのオナゴチームには負けられへんで。よっしゃ。あーちょっとどうなのこれ。はいはい、あ揃った、やったー。いてーミュージックラッシュ入ったよこれ。あー逆転、大逆転のチャンス。いやいけるいける。さあ頑張りましょう。こっからです。頑張って。何のため私好きでもない女子の台を打ってると思ってんのよ。お姉ペアの追撃開始。大好きな球をじゃんじゃん出してくれよ。入った。お、キュインキュインキュイン入れて。うわー綺麗。どうか。やったすごい。15ラウンドゲットだぜ。よっしゃ勝ったよ今日。勝ったね。いや今日私なんかちょっとモヤモヤするわこれ。モヤモヤするなら歌って踊ってリフレッシュ。これが勝利の舞となることを期待しましょう。さてさて、こちらのレディーペアってお姉さん何やってんの。何、さやさん打つ気ないでしょ。なんかずっとあっち向いてましたよね今ね。向こうでトラ柄が出てたの。休憩を挟んだ効果があったのか2回目の初当たりを獲得。さらに1セット目のバトルにも勝利。さやが苦戦していた間もゆうみは順調に継続中。
うずら姫も連チャンしてたけど、レディーペアの方が一枚上手か。結果はこの後エンディングで。結果発表。イエーイ、勝ったね、勝った。いや、うちら勝ったのか。だって二人とも出玉をちゃんといただきましたよ。本当ですか？大丈夫ですよ。いや、でも突っ込んじゃったけどね。あ、いやでもさやさんも何も。さやさん途中で来たのよ、様子伺いに。見ました？どうでした？最高位です。その時は一回も当たってなかった。じゃあ分かんないもんね。いやでも私は本当に本当に自信あるから。じゃあ結果発表は、最終結果はこちら。レディーペアの逃げ切りで見事勝利。お姉ペアは投資がかさんじゃった分、残念な結果になっちゃったね。やったー、勝ちましたよ。だから言ったじゃないですか、私たちが勝つって。いやだって玉を抜いてください、玉を抜いてください。ちょっとドキッとするもん。やっぱ抜いてないからね、うちら二人。本当申し訳ございませんでした、視聴者の皆様。不甲斐ない。いや本当勝ったと思います。保留玉金にします。最後まで勢いは衰えず、お姉のパワー恐るべしといった感じです。次回も実はご褒美企画を、あのスタッフが用意してくれてるみたいなんですよ。でもご褒美だけじゃダメっていうことで、今回負けたお姉チーム代表としてうずらさん、私、はい、ハンディキャップがあるみたいな。何それ。毎度毎度いいわよ、もうハンディなんかもう生まれた時からハンディ持ちだから。ということで来週のご褒美企画はうずら姫にハンディキャップをつけてもらいます。とはいえ念願の仲間を連れてくることができたことに姫も大満足の様子。番組ではテレビに出てくれる視聴者の方の参加を募集中です。興味のある方はぜひ応募してくださいね。はい、お店の名前言える？何急に。お店の名前言ってみて。早くもう閉めてってこと？だよ、寒いじゃない。はい、ということで今回は、キングイーグルス佐世保ハリオ店からでした。お、スタジオへバキューン。この終わり方いいの？バキューンなんだよ。どう、返信来た？ちょっと既読にはなって。でも来んじゃない。来なさそうよ。どうだろう。多分来ないよ。既読、ちょっと待って。何？返事来た。来た？うん、なんでなんでなんで？俺のアップ写真やるわ。待ち受けにしていいよ、ハート。いや、気持ち悪い。何？それがお返し。それが。ちょっと。何？怖い。お返しって写真来た？写真も？これはお返し？これお返しじゃないでしょ。なんでこれ？山野さんじゃないし、うずらさんやし。すごいね。これどういう意味なんだろう？いや深いよ。どういうこと？どういう意味？先週長崎からのうずらさんと一緒で、でこの写真でしょ、深いよ。どういうこと？どういうこと？怖い。でもこれがお返しって来てるから。それお返しじゃない。ちょっとね、納得いかないんですけど。まあね、でも、はい、あのテレビのご覧の、ね、世の男性陣はぜひね、皆さんお返ししていただきたいと思います。さあ、ということで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。ワンビッグ、意外に多い300枚。来週も見てね。お返しをくれ、お返しをくれ、お返しをくれ。